今回は不眠症です。市販薬でも眠れますか？今回お受けしましたご質問は不眠症です。市販薬でも眠れますか？というご質問になります。答えとしましては眠れる場合もあり得る。ただし睡眠薬ではないとお答えします。市販の睡眠改善薬を振り返りますと、心療内科、精神科などで不眠が根強い場合に睡眠薬が出ることがあります。一方で市販でもいわゆる睡眠改善薬がありまして、それを用いて寝る人もいらっしゃいます。確かに効果がある人もいますけれども、睡眠薬とは成分が違うことに注意が必要です。睡眠改善薬の例を見ていきますと、抗ヒスタミン薬の一種を使う場合があります。あとはハーブやサプリメント等を使う場合があります。そして漢方薬成分がある場合もあります。睡眠改善薬の効果のメカニズムですけれども、抗ヒスタミン薬は副作用的な眠気を活用することで睡眠を助ける効果を期待します。そしてハーブやサプリメント及び漢方薬などに関してはリラックスを促すなどから結果睡眠を図るというところになります。いずれも睡眠薬ほど直接的ではない作用から睡眠の改善を図っていきます。睡眠改善薬はよく効く人もいるというところ。睡眠改善薬がよく効く場合の例を見ていきますと、まずは薬との相性がいい場合、二つ目が服薬の安心感が有効な場合、三つ目が薬以外の対策の併用がうまくいっている場合になります。まず薬との相性がいい場合ですけども、例えば抗ヒスタミン薬に関して言えば、人によって全く効かない人から本当に眠くなる人までかなり効果に大きな違いがあります。効く人にとっては効果が大きくて、場合によっては効きすぎて日中眠くなる人もいらっしゃいます。サプリメントや漢方薬などに関しても、人によってはうまく作用して眠りを助ける場合もあり得るというところ。二つ目は服薬の安心感が有効な場合。服薬して対策をしているという安心感が眠りに対して有効な場合があります。特に不安な悪循環から不眠になっている場合は、この安心感が決め手になる場合もあります。そういった場合に関しては、薬の実際の効果に関しては、実はあまりないということもあり得るところです。続いて、薬以外の対策の併用がうまくいっている場合。睡眠の改善には睡眠薬以外に、様々な生活面の対策の有効性を期待するところがあります。こういった様々な他の対策がうまくいっている場合は、それが眠りの改善の決め手になることがあります。その場合だと、睡眠改善薬の効果が弱くても、ある種の合わせ技で睡眠改善につながることもあります。一方で服薬しても確かに効果が出ない場合もあります。睡眠補助薬自体の効果の限界というところ。睡眠補助薬は確かに合う場合はあるんですけれども、基本的には睡眠薬の効果は落ちることが多いです。相性の良さや他の方法との有効性などがうまく合わされないと実際なかなか効果に限界があります。そして、うつ病からの不眠など症状にある種の重さがある場合は、やはり効果には限界があるところです。不眠と精神疾患の連動を見ていきますと、うつ病などの精神疾患でしばしば症状として不眠を合併します。そして不眠が続けば多くの精神疾患の発症や悪化につながるところがあります。そのため、もし対策をとっても不眠が続く場合は、悪化を防ぐため早い段階での対策が必要です。睡眠補助薬などでうまくいかない場合は受診も選択肢というところ。自主的な対策や睡眠補助薬などでは確かに睡眠が改善しない場合もあります。その場合は不眠が続くとさらにうつ病などの精神疾患が発症したり悪化したりする恐れが出てきます。なので悪化を防ぐ早期対策として受診をして相談するというのも選択肢になるところです。今回はご質問、不眠症です。市販薬でも眠れますかについて見てきました。ではまとめていきます。市販の睡眠補助薬は睡眠薬とは違う成分でして、より間接的な形で睡眠の改善を図る薬です。しばしば安全性は高いんですが、効果が落ちることが多いです。一方で相性の良さや服薬での安心感、そして薬以外の対策での効果を背景に、睡眠補助薬でも改善する場合はあり得るところです。しかし効果には限界がある場合も多く、不眠からうつ病などの急速な悪化につながることもあるため、効かない場合は早期の受診も選択肢になるところです。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録していただけると大変励みになります。